Ladies and gentlemen, welcome to Neko Niwa Channel. お待たせいたしました。お待たせいたしました。午後のトークショーを始めていきたいと思います。午後はですね、この ND の現在の主査と開発チームの方から、現在のこの ND、そしてこれからのお話を伺っていきたいと思います。では、ご紹介しましょう。商品本部主査、斉藤茂樹さん。じゃあここ真ん中かここかな、はい、はい、そしてあとは杉本さんでいいんですね、はい、青関さんとね、はい、商品本部プロジェクトマネージャー杉本さん、杉本学さんです。そして国内営業本部マーケティング部から大関拓也さん、お三方で進めていきたいと思います。どうぞお立てください。はい、ということでね、現在の、ND の主査でいらっしゃいます斉藤さんと、私とは共通点がいくつかあります。国分寺出身ですよね。そうなんだ。自分は幼稚園ぐらいから小金井で隣ですから、で隣の町 で今は国分寺住んでますんで、はい、同じエリア、だいたい鉄道研究所のあたりとか、はい、すげえローカルな話から入ってすいません。であとは車の話で言うと、ロードスターがどっちかというとね、 RX7 とかロータリーが好きだった。そうです、私もそうでした。ロータリーが好きで松田に憧れて、はい、最初ガンチなかったんですよ、はい、でもいつ前かロードスターが好きに なりましたね。なりましたね。私もなったんですよ。その辺から共通点が多いので、はい、僕89年入社なんですよ。入社89年ってロードスターデビューした年じゃないですか。で、あの年の9月ぐらいに予約をしたんですよ。で、広島はね、広島本社が予約の会場で、で、僕らの同期は徹夜してみんな並びましたぐらいで、僕はその時にセブンに乗って、バカだなこいつらって言いながら小回りを走ってました。嫌なやつだったんですね。でもう一人ね、それ大失敗した人がいるんですよ。その人はね、徹夜しなくてもいいだろうと思って朝起きて並びに行ったんですね。そしたらすっごい行列で、その人はだから朝早く起きて並びに行ったんですね。そしたらね、納車がね89年じゃなくて90年になったんです。それは一生後悔しているのが、デザインした人、そう、このデザインをした人ですね。もういまだに後悔、人生最大の後悔だった。なんで俺は徹夜してみんなと並ばなかったんだっていう。あ、それで中山さんは初代のって言い方です。まあまあまあ、そんな人もいるだろうってことですね。まあそれで今ね、こうやってロードスターをすでにもう愛してやまない状態で開発なさってるという感じだと思うんですけど、まあND の主査になられて何年でしたっけ。5年目ですね。5年目ですね、はい、で設定とか含めてまとめ上げられた最初の作品は 990S ってことでよろしかったですね。そうです、はいはい、で 990S についての、インタビューの、雑誌記事とか YouTube の動画とかいっぱいね出てると思うんですけど、ご自分でもお買いになった。はい、 990S、はい、昨年の9月に晴れて納車することができました、うん、だから今日というかこの仮座ミーティングも今までと全く違うんですよ。今までは車は乗ってないじゃないですか。で、新幹線で来てるじゃないですか。で、今回は広島から自分で車に乗ってきたんですよ。もう全然違いますよ。だから去年まではどうもこんにちはって感じだったんですけど、今回はようって感じですね。すごく仲間感が、はい、あ、そっか、自走できたってことは出張じゃないんですね。もちろんです。そうですよね、はい、松田は自分の車で来ては出張じゃないんですよね。だから新幹線で来て仕事で説明なさった場合と、今回はプライベートで参加費払って自分の車で来て、会社からは遊びに行くのか、一応説明してこいと言われてるんだけど、形式上は遊びに来てるということですよね、僕たちと一緒にね。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。そんなわけで新しく今回ね商品改良した ND のお話、その前にちょっと最近のマーケティングの売れ方の具合とかね、ちょっと確認していきたいと思うんですけど、これ時々車以外のメディア、特に経済関係のメディアでも取り上げられますが、
新車発表時よりも後の方で売り上げが伸びたりするって、この辺は大関さんちょっと分析を。あ、そうですね、まあ、あの一般的にスポーツカーって言ったら出た年とその翌年がガーンとこう売れて、でそこからこうググッとこう下がっていくっていうのが一般的なスポーツカーの売り方なんですね。でも欲しい方が最初に買って、あとはこう台数としては下がっていくっていうのが一般的な傾向なんですよ。で、あの NA も NB も NC も基本的にそういったパターンで、あの1年目2年目が売れて、でそこからだんだんだんこう下がっていくっていうんですけども、この ND だけは面白い動きをしていて、で、初年度、まあ、8000台強ですね、あの販売したんですけれども、そこからあまりこう下がらず、こうずっとこう行きながら、2022年ですね、それこそ 990S が発売した翌年が初年度よりも高い、まあ、過去最高の販売台数っていうふうに、なんか面白い動きをしてますね。僕はあの山本さんに勝ちました。そうですね、キューマレースが出たことによって、今引っ張られたこともあって、過去最高の売上になった、初年度の主査に勝ったということですね。勝ちました。じゃあ、本格準備しとかないとね、今、木島さんも本会だし、山本さんも今度9月にロードスター開発の本が出るし、今から開発の本格準備してます？本を書く準備。本、いや本は本出すほど僕はそんな仕事しないで大丈夫です。そうですか、はい、楽しみにしてますよ、ね、ということで今回今ですね、商品改良がされて、今年の4月までの4ヶ月間で4500台売れてると。そうですね、はい、4500台っていうのを例えて言うならば、デビュー6年目だから、2021年かに、4400台、その年の台数を4400台をすでにもうこの4ヶ月で上回っている。まあ、おかげさまで、はい、ありがとうございます。この4ヶ月で4500台ってことはこのペースでいくと3倍ですから1万3000台超え。あ、ね、そうなるとね、まあ、ぜひあの1万台超えっていうのは、ね、1万台超え欲しいなと思いますけど、皆さん担当としてはよろしくお願いします ね、買ってくれそうな人いるかなって、買いたくなるようなちょっとお話をねこれからしていきたいと思うんですけども、まあ、商品改良していただいたということで、商品改良のポイントをちょっといくつか順番に挙げていただいて、まずどこからいきましょうか。そうですね、まあ、きっかけは規制対応なんですよ。実は2025年の7月からサイバーセキュリティ法、ソフトウェアアップデート法っていう法律が施行されるんですね。でこれをねクリアしなきゃいけないと。でロードスターはもうデビューして10年近く経つ車なんで、今のロードスターのその電気電子プラットフォーム、まあ、エレキプラットフォームっていうんですけども、それだとねその規制がね通らないんですよ。でこれを規制通すためにはどうすればいいかって言ったら、もうプラットフォームを全部やり替えないといけないと。でそのねデビューを最初受けたんですね、設計の人間から。そしたら120部品全部新設しなきゃいけない。それってほとんど新車開発のレベルなんですね。で当然お金も時間もかかる。さあどうしようと言ったら、もう一ついい案がありますよと。それは CX60 の最新のエレキプラットフォームをごっそりロードスターに移籍したらできますと。でもそれもものすごいお金がかかるんですよね。でどうしようと。だって車の値段上がってもそれって規制対応じゃないですか。そんなもんにお客さんにお金払ってもらうのってこれはないよなと。でもね話聞くとそのエレキプラットフォームを変えたことによっていろんなものを変えなきゃいけなくなってくるのは分かったんですね。例えば一番分かりやすいのはディスプレイ。今までのディスプレイがもう斎藤さん使えませんと、新しいのにしなきゃいけませんと。そしたら当然マツコリも新しくなりますと。そしたらコネクティビティもついてきますと。それいいじゃないかと。で今度はヘッドランプも動きませんと、光りませんと。で全部やり替えなきゃいけないと。いいじゃない、だったら今までバルブだったのを LED に変えちゃおうよと、みたいな話で、話を聞くと最初はものすごい大変なその作業だったんですけど、実はいろんなことができると。今までできなかったことがどん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 できるっていうのが分かってって、あこれはいいやと、車トータルで全部変えちゃおうと、今までやりたかったことを全部やりました今回。だから MRCC もやっとつきました。このマツダレーダークルーズコントロールですね。そうです、はい、これ便利ですよね。めちゃくちゃ便利ですね。先日ちょっとお借りして乗ってみたんですけど、はい、まあ今時のレーダーで前走車に追従して早速合わせてくれて、
前が遅くなったら落として、前が空いて車速上がったら上がってってくれて、アクセル操作をしなくていいと。そういうレーダークルーズのついてる車乗ったことがある人は手を挙げて。結構皆さん経験してますよね。じゃあレーダークルーズがあった方がいいと思う人は手を挙げて。結構支持してくる人多いですね。いや逆にロードスターにレーダークルーズコントロールはいらないだろうって人は手を挙げて。まあでもない仕様も選べるんですよね。選べます。そうですね、一番ベースグレードの S と、あと NRA は、はい、付けられないですし、スペシャルパッケージで一番売れ筋のグレードもメーカーオプションになってます。あ、なるほど。じゃあそういった意味では今選択好みの違いで合わせることができるということですよね。そうか。そういえばそのレーダークルーズコントロール NRA には付いてない。それがね、大失敗したんですよ。NRA ってサーキット走る車じゃないですか、はい、どうもいらんじゃろうと言って設定しなかったんですね。したらね、怒られました。何言っとんですかと。分かってないですね、あなただと。NRA こそいるんだと。なぜかって言ったら、やっぱサーキットまで遠いじゃないですか。で、サーキットでヘロヘロになって家に帰らなきゃいけないんですよ。一番いるのは僕らなんですよって言われてね。あ、なるほどなと。そうそうそう、ね、大失敗だ。そう、私もレースこそ出てませんでしたけど、サーキット走行とか事務からとか行くと遠くの現場ばっかで。ですよね。帰りも途中で1時間ぐらい寝るぐらい疲れて帰ってきます。うん、大関さん、すいません、来年は設定をお願いします。開発できますか。来年の変更で入れれるぐらいはホイッと入るようなもんですから。もうエレキプラットフォームは一緒だから、設定する気があればすぐできちゃう。もう営業が終わったって言えばそれで終わりです。いやいや、営業ができた、できた試しがあまりないじゃないですか。NRA 乗っててもうちょっと楽したい方は次の商品改良待ってていいのかな。待ってていいんですね、大関さん。どうですか、杉本さん。まあ希望が多ければ、NRA でも MRCC 欲しい人。あ、そうそう、NRA 乗ってる人。乗ってる人。はい。で、レーダークルーズコントロールが欲しいと思う人。あ、いろいろ。あんまりいない。意外と後ろに人が手を振ってくれた方がいましたけど。意外とあれですね、つわものが多いですね。まあ、古い考えは捨てた方がいいですね。いや僕ね、今回学んだ。僕らもね、いらんよあんなロードスターにと思ったけど、やっぱあったら便利ですよ。だってみんなつけてるんだもんね。しかもね、オプションで。そうですね、今スペシャルパッケージだけは唯一選択ができるグレードなんですけど、約もう9割弱の方がつけられてます。まあ、レーダークルーズだけじゃなくてシートヒーターと ALH の、まあ、セットのオプションなんですけど、やっぱそれだけの方に選んでいただけるってことはやっぱりつけると便利ですよね。まあ私も買うんだったらつけますけど。昭和から令和の時代に入ってます。でも意外と興味深かったのは、レーダークルーズの経験があってもロードスターにいらないっていう意見が結構多いのはね、面白いですね。なんてなのかしら、ちょっと聞いてみようかな。今でレーダークルーズ経験あるけどロードスターにいらないって思った人で、理由を言ってくれる人手を挙げて。理由、理由、こういう理由。あ、じゃあちょっと前公開します。なぜロードスターだったらいらないっていうお気持ちをちょっと、はい。基本的に自分でスピードコントロールできるので、特別機械にやってもらわなくても大丈夫だからですね。無意識に昭和の人です。昭和の人です。昭和のお手本みたいな答え。昭和かよっていうなんかね、ありましたけどね。まあまあ僕も同じ世代なんですごく気持ちは分かるのでありますが、まあね、どちらでも対応できるということなんでね、まあ好きな方を選んでいただければと思います。まあレーダークルーズコントロールもさることながら、あ、でもさ、これさ、あ、はい、この顔の左側についてじゃないですか。この真正面につけれなかったのってなんでなんですか。ね、これが今までつけられなかった最大の理由なんですけど、本来マツダのそのミリ波レーダーっていうのが必要なんですね。それはマツダ車ここについてるんですよ。だけどロードスターこのレイアウト見る限りここつけられないんですよ。つけたとしてもレーダーは上向いちゃうから前の車を照射しないんですね。で、じゃあどこつけるんだって言ったら、もうつけるとこないんですよ。ここナンバープレートがあるから。で、一度ね、このナンバープレートをこの位置にして上まで上げたデザインを作ったんですけども、もう全然見るに耐えなかったですね。もう見るに耐えなかったです。なのでずっと諦めてたんですけど、さっき言ったエレキプラットフォームが変わったら最新のミリ波レーダーが使えますと。で、その最新のミリ波レーダーは真ん中じゃなくてもオフセットしても使えるんですっていうから、あ、そりゃいいやと。だったらオフセットしようよとして
やっとここの場所を見つけることができました。でここもたくさん機能があるんですよ。冷却もしなきゃいけないし、歩行者保護であるとか軽衝突であるとか、たくさん機能が詰まってるんですね。でもうピンポイントでね、ここつけることができました。本当奇跡みたいですね。はい、他のマツダ車とか、まあ、マツダ車に限らずどこのメーカーの車でもこのレーダーは地面に対してこう垂直の平面でないと使えないですもんね。使えないです。だから他社はマツダ車とマツダマークが地面に対してこう垂直に立ってるから、ここにレーダーがつくと、こういったところにはつけられないとですね。でやっとまあそっか、オフセットしても使えるようになったんで今回実現したわけですね。まああのね、機会があったらぜひロードスターでのこのレーダークイズも経験していただけると、なんか新しい価値観がね感じれるんじゃないかなと思います。その他にこのエレキプラットフォームのおかげで見どころとしては、そうだ、 LED ランプに変わったっていうところありますけど、素人な質問で申し訳ないんですけど、 LED ってこうプラスとマイナスで電気が入ればつくと思うんですけど、なんかこうこの機械に LED に、いやもともと電気 LED になんなかったんですかみたいな、 LED が今回、ね、変わったって言ったじゃないですか、スモールランプから含めて。で新しく LED になったって言っても古いのにこれ利用できないですよね。これってプラスマイナスで電気流れたら古いのにつけてもつくんじゃないかと素人考えで思うんですが、はい、普通のルームランプとかは直接電源が LED に入ってるので、あ、ライトに入ってるので変えたらつくんですけど、これはあの ALH とかあのいろいろユニットで制御しているので、先ほどの電気電子プラットフォームが変わったのに合わせてユニットもね、変わってるんですよ。でなので今ごめんなさい、残念ながら新しいのにはそのままつけることがごめんなさいできない仕様にはなりますね。申し訳ないです。照射方向とかハイビーム自動とか、ね、いろんな制御込みのライトユニットだから、はい、プラスマイナス電気が流れてるだけのものじゃない、そんな感じじゃないんですよ。はい、じゃ あの、まあ、マイナーチェンジ前にはつかないと。申し訳ないですね。はい、まあでもそんなに逆に大きく変わったわけじゃないから、古い前の方だからって特に寂しがる必要はないですよね。そうですね。ただあのやっぱ DLHいつもはあのアクセサリーでここのハの字につけてありましたね。もう内蔵にしたんですよ。なので普通に走ってる時もあの光っていて、あのかなりあの後ろの車がロードスターだったらちょっと存在感があるふうに見えたりして、かっこいいなと思って。ロードスターの目の位置でデイライトになってるってことですね。ちなみにここのデイライトもまだ変えるんですか？それもね、設定をする。じゃあ両方でよりギラギラ、両方でギラギラにできますね。じゃあギラギラしたい人は両方つけるまたできると。なるほど、そっか。 LED つってもただのね、もう昔のプラマイの電球だけじゃなくていろんな制御が今入ってるっていうことなんですね。はい、その他に大きな変更って、あ、そうだ、ダイナミックス性能の進化ということでいくつかありますが、どれからいきますかね。 LSD からいきますか。そのほら 990S の時に LSD がないのが気持ちいいんですよとおっしゃってたじゃないですか。なのになんかすごく LSD に力入れて、ね、今回出されましたよね。あのどっちがいいんですか。どっちでもいいです。いやあのね、オープンデフはオープンデフの良さがあるんですよ。で LSD は LSD の良さがあって、まあ辛口のカレーが好きか甘口のカレーが好きかみたいな、まあそんな程度ですよ。はい、好み。機会があったら両方乗り比べて好みを知って買ってもらえば一番いいわけですよね。ただ今回のそのアシンメトリック LSD っていうのは本当に優れていて、あの発想を転換してですね、あの今までの LSD っていうのはこうコーナーの出口加速側で目いっぱい効くようにしたんですね。ところが今回は減速側で効きを強めたんです。つまりコーナーに入る前に皆さんブレーキ踏みますよね。でブレーキ踏んだら減速の G がかかってより LSD が効いてくれるんですよ。でリアの接地感がすごく安定するんで、ものすごく安心して安定してカーブを回ることができるんですね。ものすごくロードスターらしい走りが、ね、できるようになりました。で逆にオープンデフっていうのはその辺一切何もやってないから、むしろね悪い意味でフラフラしてます。直感も良くないし、だけどコーナリングの軽さはねやっぱ世界一だから、そこを重視する人はオープンデフの方がいいかもしれないですね。はい、でこの話すると難しいんですよ。なんか難しそうな顔するじゃないですか皆さん。これにしましょう。はい、わかりました。まあ元々の純正の LSD とちょっと違うところがそこですよね。要は減速側でより強く効くと。ちょっと個人的な質問になるんですけど、この加速でこうパワースライドとかドリフト気味にこう出る人が効く方がいいと思ってしまうのですが、両方同じにするとよろしくないですか、やっぱり効き具合を。
いやそんなことないですよ、はい、でも加速側の方が弱くしてあるわけです。弱くしたんではなくて減速をリニアにしたんですね。リニアにした、はい、今までのバーンって踏んだらズリって出るところを、はい、バーンって踏んでもズルズルっとこうズリズリっと出る、穏やかにコントロールできるような設定になってるってことですね。確かにちょこっと私もお借りして試させていただいたんですけど、まあ、とてもコントローラブルなスライドができる、行動じゃなくてちゃんとした場所でやらせていただいたんですけど、コントロールしやすいなっていうのは思いましたんで、僕のよりもちょっと上手い人にも乗ってもらったんですよ。でデフの機器どうですかって聞いたら、まあ、S タイヤとか競技用に近いタイヤだったら別ですけど、普通のこういうスポーツラジアルだったらこのデフでいいんじゃないですかぐらいな人を言ってましたね。ジムカーナの選手ですけど、はい、そういったコメントもいただいてたので、まあ確かに一般道で乗るにはこの加減速の気のバランス、減速側は強く加速はそんな強くしなく穏やかに、でも多少スポーツ走行も楽しめるという、そういう意見をですね、私の素人だけじゃなくてちょっとJAF 戦で畜戦とか出る方にもちょっと乗っていただいて、まあ危ないんで、はい、ゆっくり走ってください。ちゃんと決められた場所で、一般道じゃないですからね。わかりました。そういったスポーツ走行にも使えるデフであると。でスポーツ走行にっていうと、もう一つDCS トラックモードっていうね、トラックって車のトラックではなくて、英語でサーキットのことをトラックと思いますけど、 DCS トラックモードがつきましたが、これはどんな目的でつけられたものですか？ロードスターでサーキット走行を楽しむ人ってやっぱり増えてるんですよね。でサーキット走行するときって DSC をオフかオンかで迷うんですよ。で DFC をオンにしたらちょっとでも滑ったら DSC が介入して止まってくるじゃないですか。だから安心安全にサーキット走行を楽しめるんですね。だけど逆にそれって腕が上がってくると楽しくないんですよ。先ほどみたいにテールスライドをしながらじわじわっと走りたいみたいな、そういう走りをしたい人もいるんですよね。ただそうすると DSC を切って走らなきゃいけないんですね、オフにして。その時はやっぱり失敗したらコースアウトしたりスピンして、まあ車高速壊してしまうわけじゃないですか。でロードスターの人たちってみんな家からそのサーキットまで自分の車で行って家に帰らなきゃいけないんですよ。だから絶対ね車壊したらダメなんですよ。でそのちょうど中間がないかってことで今回作ったのが DSC トラックです。ちょっとぐらいのスライドだったら介入しません。もうカウンターを当ててもう今まさにスピンするよっていうところで初めて介入してくれます。なので本当にサーキット走行をもっとアグレッシブに走りたい人のため の機能を今回追加しました。でもまああれですよね、一般道では無理ですね。無理ですね、はい、しかるべき場所をちょっとお借りして試させていただいた限りでは、2速でも全開でガーッと行くときにこうズルッと行くときに昔のトラクションコントロールはこうグググググって減速したけど、これはちょっと滑るぐらいだったら、ちょいカウンターぐらいだったら加速は全くいる前でガーってトラクションコントロール聞きながらブワッと前に行くんですよね。カウンター一瞬でそのままブワッと前に行くんで、もうサーキット走行でも全然切れなくてもいいっていうか、ちょっと失敗したぐらいだったら助けてくれて遅くはならないんですよね。ちょっとそこは感動しました。ありがとうございます。はい、はい、まあ、機会があったらね、安全な場所でお試しいただければと思いますんで、まあ、あともっと思ったのは雨の日も安心ってのもありますよね。もともとトラクションコントロール安全なんですけど、うん、もうよりもうちょっと積極的に安全というか、無駄にこうゴゴゴゴってならないで安全に収めてくれるっていう、収め具合が絶妙だなと思いました。はい、ありがとうございます。あとステーリングのなんかちょっとフィーリングが良くなった気がするんですけど、これはどういうところをどう変えたらフィーリングがあんな良くなるんですか？まあよく言えばすっきりするっていうか、雑味がないというか。これもエレキプラットフォームのおかげなんですよ。というのは今までのステアリングギアボックスは使えないんですね。これも電気制御してるから。なのでこれも CX60 の最新のギアボックスを持ってきました。やっぱね CX60 はねいい部品使ってるんですよ。フリクションがね全くないんですね。フリクションってのは抵抗ですね、ステアリングの特にセンター付近の抵抗が全くなくてクリアなんですね。でロードスターもないんだけど若干残ってるんですよね。もう比較したらすぐ分かるんですけども、それが全くなくなったんで綺麗にクリアーに切れるようになりました。それと制御系なんですけど、今まではそのギアボックスのメーカーが持っているそのなんだろう
ソフトを使って制御をコントロールしてたんですね、育成したんですね。それを今回マツダを全部内製にして0から10まで全部僕自分たちの作りたいようなソフトを作ることができた。なので切り込み側もクリアだけど戻し側がねすんごいスッキリしてます。これ乗ってる人みんなうんってうなずいてると思うんですけども、ステアリングを切って戻るとき今のロードスター、今と現行のロードスター1個前のロードスターはセンターまでね戻らないんですよ、すっきりと。それが今回は気持ちよくセンターまで戻ってくるようになりました。これめっちゃ気持ちいいです。みんな言ってくれます、買ってくれた人はここがすごい全然違うって言ってくれますね。救急バレースの時よりももうちょっとこうすっきりした感じがあり、救急バレースはあれはあれでいいんですよあれはあれでいいんですよ。何でもかんでもこう引き合い出さないでくださいねあれはあれが、まあ、あれがいいんですか。あれはいいんです、あれがいいんです、はい。まあ、そこの他には、変更点としてはあとトピックは何がありましたっけ。あデザイン、そうですね、色が、まあ、エアログレーメタリックが追加されたっていうのはありますけど、これはマツダ社全体でエアログレーメタリックがあるからロードスターにも入れたとも言えるわけですよね。あでももともとそうか、もともとあったけど使ってなかったとも言えるわけです。そうですね、今回とても軽快感のある色でロードスターのキャラクターにマッチするということで、これ他の車にも使っている色なんですけど今回採用させていただきました。はい、本当はですね 990S の、まあ、に入れたいなと思ったんですけど、ちょっと残念ながら 990S できなくなったんで、まあ、その990のイメージにも合うなってことで最初は考えたんですけど、はい、ただおかげさまでですねかなり好調でですね、はい、そうですね、今色現行のこの ND2 の中では一番人気色がエアログレー 20% ちょっとぐらいですかね、はい、が一番人気、ね、人気で今ちょっとデータを大関さんからいただいたものをね今見てるんですけど、全体で 21% がエアログレーということでトップシェアの色が今回の新色エアログレーになりますね。ちなみに2番手は相変わらずソウルレッドが 20% 1% 差で 20% レッドが売れてるという感じですかね。でジルコンサンドメタリックは全体の 5% って、ジルコンサンドメタリック乗ってきた人がいるんですかね。結構見ましたよ、でも今日この会場でも手挙げないとここで入って手挙げるっていう打ち合わせだったじゃないですか。打ち合わせでさ、ジルコンさんの乗ってる人いるんですかね、この中でいるんですかって言ったらここで入って手挙げるって打ち合わせを有名したんですけど忘れてましたまあいいや、そう、でもね、色もまだ今売ってますし、ちょっとこうワイルドなというか、色が惚れてる理由を、じゃ一言、ジルコンサンドメタリックの反則も兼ねて色がいいと思われる理由を一つ。いや別に僕流行ってほしいと思ってないです。え、そうなんですか。はい、あれ不人気色でいいんですよその方が価値上がります。永遠の不人気色で、もうね、あれは口で説明してもわからないんですよ、世界観は。で僕がわかればいいんです、僕がわかれば語るものではない。なんか前おっしゃったのは、広島の社員駐車場のロードスターでこのジルコンサンドメタリックは斉藤さんしかいない。今のところ見たことないですね社員にすらこの世界観は分かる、うん、広島もねほとんど出してないんですよ。でナンバー9905じゃないですか。で僕よりもね女房が乗ってるんですよ、よくだから女房にはよく言ってるんですね、マナーは守ってくれよとだって広島市内でジルコンサンドメタリックの990レースを見たら斉藤さんまたは奥様の可能性が高いと。高いです。じゃあでもね、あれ乗り出したから、はい、本当に僕も交通ルールとマナーはきっちり守れるきっちりと、本当に、ね、すぐバレちゃうから。ロードスター、まあそうね、そう誰かっていうのはバレてるって意味でね、はい、まあ、安全運転に努めていただきたいと思います。ちなみにでもこの聞いてみてもいいですか、この会場の中でそのジルコンサンドのロードスター乗られてる方もしいらっしゃったら、あとじゃあ運ぶ、あらあ、なんか髪の毛も若干みたいに染めてるなるほど、いや世界観が分かるなって感じ。あ、同志がいますね。でしょ、いるんです、分かる人には分かるんですいやでも結構エアログレーが先ほど一番人気って話もしたんですけど、結構ロードスターグレードによって好みの色が違ってて面白いなってよくまあ、見てて思うんですけど、やっぱ今回のエアログレーはやっぱり S とか NRA とかスペシャルパッケージみたいな、やっぱ先ほど杉本さんが言われたようにこう軽やかな感じのイメージのやっぱグレードで人気です。でこの V セレクションはカタログのイメージだと思うので黒が一番人気で、2番手が赤、
ったかな、ここのこの色ですね。で RF は全グレードマシングレーこの色がですね、一番人気です。であとは R、 ただ RF とソフトトップ共通があって RS のグレードですね。 RS グレードは赤が一番人気で、 RF でもほぼ同ポイントぐらいで、マシングレーと赤みたいな感じで、やっぱりスポーティーなグレードを買われる方はやっぱり赤みたいなイメージがあるのかなと、はい、見ながら思いました。なるほど、マシングレーもかっこいいですよね。この間広島の工場見学っていうかミュージアム見学のついでに説明聞いたんですけど、マシングレーにはグレーの塗料が入っていない。へーって思いません？いや初めて聞きました。僕も初めて知りました。見学コースに行っていただくと分かるんですけど、これって黒の上にあのアルミ系の金属のフレークでグレー表現してるんですって。だからいわゆるグレーとかネズミ色とかそういうシルバーとかのペンキが入った黒とそのメタルフレークでこの色が出るんですって。見学コース行ってください。ミュージアムの、はい、すいません、なんで僕がうんちくを語ってるんだろう。まあそんなことよりも、ですね、先ほど松田への質問箱って朝ご紹介しました。いろんな質問ご要望箱に入れていただいております。その中から私たちの信頼するブレーンが集めました面白い、質問ね持ってまいりました。これお名前言っていいのかな、臼井さん、 M 社社員です。広島から来たしがないエンジニアです。どうやったら出張で仮座ミーティングに来れますか。どうやったら部門長に何か書類出すといけるんですか。どうなんですかね、まあ、仕事を作ればいいんじゃないですかね。理由を、はい、作る、はい、来る理由を仕事の中で作っていただいて、臼井さん頑張っていただいて、臼井さんいらっしゃいますか。てか顔出ていいの、いいの、出ていいの、出て誰誰出てよかったら記念品を記念品を差し上げたいんで、ね、もしよかったら前に、よかったらよかったら前に臼井さん、広島から来たしがないエンジニアの臼井さんいらっしゃ、えいらっしゃらない。ああ残念、じゃあいいや、はい、ちょっとそれまた後で出していただいて、はい、じゃあこれはこれで。いやでもね、臼井さんプライベートがいいですよ、プライベートが。もう出張なんて古いですからね。プライベート行きましょう、プライベートで、はい、これ全部松田にお渡しすることになってるんで、これが社内に回ってるわけですよね。あ、臼井さん、あ、いた、いた、あ、じゃあ差し上げ、はい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 、これ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 全部松田の社員で渡しちゃって大丈夫な書類ですかね、今はね。はい、あ、じゃあこれ、あ、じゃあ写真、これね、一応これ持っていただいて、これ記念品で面白いネタを投稿してくれた人には記念で差し上げてるんですけど、これ先ほどトークショーで午前中話した福田さん、デザインの本部長だった福田さんが書いてくださった、ロードスターの日本展の部になります。記念でお持ち帰りください。ちなみに ND があって NE は空欄になってますね。将来どうなるか楽しみです。はい、じゃあ、はい、お持ち帰りください。はい、可能性、可能性ある部署ですか、職業務内容的に。めちゃくちゃありますよ。だからエレキプラットの張本人ですから。ああ、じゃあぜひ、はい、では次行きましょう。藤森さんからいただきました要望です。アイコニック SP 絶対市販してください。自分の ND に増車します。 ND は絶対手放しません。アイコニック SP を誰が喋る人。中山さん、中山さん、要望が来てます。お答えを、お答え、あ、前へ、ちょっと今だけ前へ。あ、じゃあこちら、こちらバックサイドから、はい、はい、今ご要望でアイコニック SP 絶対市販してください。いやいや、その前に今だけ前って僕 ずっとそこで待ってたんだけど、出番ないの今日。今日出番ないつもりだった。マジでマジか、マジか。ああ、いいっすよ。もう本当話したくてしょうがなかった。うん。いや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 。
僕松田の偉い人からこの4人で進めてくださいって。いやいや、まあ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 、あ、候補者に当たらないように注意して。いや、自分から出てくる人初めてですよ。いやいや、1時間ものの30分がかなと思って、エボとか山本さんとかそれ待ってたんだけど、あれとかって思って、黙ってたら今日出番なかったっすよ。マジで。よかった、よかった。藤森さんよかったね、あの中山さんを助けてあげた。はい、じゃあ助けてもらったからアイコニック SP の説明を。いや、その前に、マシングレー。あ、マシングレー、はい、はい、マシングレーは、黒い、ベースの上に、はい、ものすごく小さい、アルミのフレークの入ったものを、薄く塗って、黒が透ける状態を作りますと、はい、でそれを一回焼くと塗料が縮むじゃないですか。で縮むとこうあっちゃこっちゃ向いたアルミフレークがビシッとまっすぐになるんですよ。でその上に、クリアを拭くっていう方法なので、非常に粒子が細かくて蜜がちっちゃくなっててっていうところと、この光っていうのが、料理してるという話で、グレーを使わずグレーを表現するということですよね。その通りです。なるほど、はい、あとですね、いくつかちょっと訂正したいことがあるんですけど。じゃあお願いします。先に訂正とか。いいですか。はい、ちなみに、ND ロードスターが発売されたのは2015年の5月20日です。先ほどなんか21日ってありましたけど、5月20日です。はい。まあ、そういう細かいところの訂正で来ました。あとは、はい、89年式買えなかったことは間違いでなくて訂正はしない。はい。それは訂正しません。しょうがないです。はい。しょうがないです。はい。はい。ありがとうございました。で、アイコニック SP 絶対市販してくださいって、増車しますって、ND を手放さないで増車しますって言ってますが。だから、ね、あの皆さんの熱い気持ちを持っていただければ市販しますよ、きっとしますよ、はい、きっと期待してます。はい、はい、ありがとうございます。もう帰れ。残ってて、このままいていいですよね。いていいですよね。残っていいですよね。ありがとうございます。いや、本当はこれ連続して手ぬぐい上げるのじゃないんだけど、あの中山さんが面白かったから藤森さんに手ぬぐい上げよう。藤森さんいらっしゃいます。あ、はい、じゃあ、あの受け取っていただいて、あのこれ全員にあげるじゃないですかね。あのちょっと僕が司会上面白かった、使えたっていうコメントに対して差し上げることで、はい、じゃあ次いきます。抽選に外れて今年も相乗り参加さん、はい、こんなに荷物が乗せられない、人も乗せられない、でもこんなに人生を豊かにしてくれる車、ありがとうございます。質問です。私は品質保証の仕事をしています。新商品の企画開発デザインから量産に移行する際、生産技術の方々は大変なご苦労があったと思います。そこで2024年モデルの企画開発から量産化に向けた活動で、生産技術面、品質保証面でのブレイクスルー点などエピソードを教えてもらえると嬉しいです。品質保証の、まあ、他の業界かもしれませんが、まあ、プロのお仕事の人とか、どうなんですか、品質保証的に今回の変更で苦労は。あれ、品質保証のブレイクスルーですか。特に苦労はしていない。もともと CX6 のエレキプラットフォームだし、使えるものを使ったから、特に困ったりとか苦労した記憶はないですか。なんか思った記憶がないですね。はい、じゃあ特に苦労ないですね。はい、じゃあ苦労してないということで、はい、次に行きます。もう順調そうですよね。あ、で、あ、はい、まあ、私は浜の人間ですけど、まあ、ただ、今までこのロードスター導入に関わらせていただいて、量産前にプロトタイプって言って、そういった試作車みたいなものを作るんですね。でその試作車を使って、まあ、カタログの写真撮ったりとか、モーターショーに持って行ったりとかするんですけれども、実はまあ皆さんの目に見えないようなところでは、その実際量産する前にちょっと不具合が本当にないかどうかっていう社内で検査とかチェックをするんです。で昨年の試作車の時には何もお声がかからなかった、他の部門の方からですね、見せてねとかってなかったんですけど、今回のこれはもう何ですかね、取り合いみたいな形、スケジュールのだからもうここをちゃんと本当に不具合がないか確認をさせてくれ、ここをもう一回見てみたいっていうのが、すごいこうスケジュール表の管理が私の一日の最初の仕事だったりとかしたんですけれども、まあそういった形でもう本当に量産までギリギリまで、まあそういった品質の方が確認をされてたっていうのは、営業サイドから言っても、まあ今回はそれだけ大きな改良だったんだなっていうふうに、
まあ、関係ながらそういう品質保証の方がちゃんと見ていらっしゃってチェックされた上での仕事の結果であったことですね。はい、ありがとうございます。じゃあ次いきます。吉村、あ、でも、峰村義人さん、峰村義人さんからいただきました。今 ND にお乗りです。 ND はフロントリップスポイラーの後ろのアンダーカバーには、ここでね、アンダーカバーにはタイヤハウスに向かって溝がありますが、ダクトの役割があるのでしょうか。ああ、あ、そっか。だからここのあの口があるじゃないですか、こうちっちゃく穴がここに、こっからこうなんかダクト状に溝がありますと、これは何か意味があるんですか。答えたらいいですか。お願いしますそんなに嬉しいちなみに NDD って9年ですよ。9年経ってそこを今頃聞きますかみたいな。だって 40% の人は初めて来てるんですよね。そうかそうか。最近買ってくれたお客、大事なお客様が最近買ってくれた。本当ですよ。いやだからね、意気承認ということで、これいいこと聞いていただきました。あそこの空気を、逃がす穴があるっていうのは、初期の時にね、あのデザインをする時に空力のメンバーと一緒に考えたものなんですね。で、デザイン的なアクセントを入れたいっていうのもあったし、ここは実はちょっと言いますけど、歩行者保護をするために重要なパーツなんです。歩行者の人の足を守るために。で、その重要なパーツをつけるのを、それだけではないようにしたいなというので、あそこに穴を開けたらどうだろうかっていう話をしたんです。で、普通に考えるとダクトっぽいじゃないですか。ダクトなんですけども、何をやるダクトかっていうと、あそこの空気がその裏側にタイヤの前にタイヤの、当たる空気 をバリアする板があるんですね。あそこに風を当てるんです。風が当たらないようにするためのものに風を当てると、そこで風の方向が変わっていって、その下のアンダーカバーの下にあるこういうものの性能が上がるというのが分かったんです。つまり空気抵抗を下げるための部品の、ための寄与をするということが分かったので、あそこに穴を開けるということが認められました。でさもなければもう少し簡単なね、あの構造によって取り付けるような部品だったんですけども、それができるようになったし、終わってみるとあそこすごくあのアクセントになってるなというふうに思ってるので、あの大事にしてください。あのあれは大事なもんですよでこの質問は続きがあるんですよね。でこのダクトの役、まあ、空気流す役割はそれでいいとして、その先にこう縦 この板があるじゃないですか。これがこの空気の流れをこの縦板で止めてるように見えますけど、これはどうなんですか。ブレーキを冷やすんだったらこの縦の板外した方が風が後ろに通るんじゃないでしょうかっていうご意見です。でも結構ニアリイコールな質問で、あの板に風を当てて、あの板はタイヤに風が当たらないようにするためなんです。空気抵抗を下げるための部品、下げるための部品に風が当たるようにして、きちんと風を整流するものです。ですからブレーキの、冷却のものではない。なるほど。はい、じゃあ別に外したからブレーキの冷却に寄与するものではないし、この板に当てて横へ逃がしたり下へ逃がした方がぜひ当ててください。当てて、そうすると空気抵抗に対して、はい、まあ、効果がある。はい、わ、はい、かりました。ということで意外にね、あのいい質問で、ありがとうございました。はい、ね、手ぬぐい上げなくてもいいかな。はい。はい、もう一ついきましょうか。時間の都合だと2個ぐらいかな。匿名希望さんにゃん、匿名希望さんにゃん太郎、あ、でもそっか、あのにゃん太郎さん、 ND ロードスターに乗ってます。夏、あ、山々は新緑にあふれ、オープンカードライブが楽しい季節になってきました。まあそれはどうでもいいんで、最近困っているのは、我がロードスターは起動時にバウンとエンジンが吹けてしまうので、近所迷惑が気になることです。静かに起動させることは技術的に不可能なのでしょうか。あ、そういえばこれ ND エンジンかけてにバウンって一回上がりますよね。これ緊張迷惑だから 下げることは技術的に可能なのですか。はい、どうでしょう。もうそれは可能ですよ。じゃあ逆になんでバウンって上がるんですか。いや、それはかっこいいから、かっこいいから、行くぞーバン行くぞーってふんって出たもん、なんかここはってことになるじゃないですか。ねね、やっぱ元気よく乗りたいですよね。そういった意味で言うと、もうすぐ騒音規制2026年、うん、フェーズ3騒音規制あるじゃないですか、はい、どうなんですか、そのそういったゴーンとかっていうか、もう音楽しめないくなっちゃうじゃないですか。あそこは大丈夫だと思いますよ、ゴーンは
あの機動車の方は規制対象外、あの部分は走ってないから。あ、走行騒音か、はい、じゃあもうボンボン機動車に言っても全然逆にバーンと思って行ってほしいんだよ。走行中静かになる分、じゃあ走行前だけ景気づけてもうちょっとうるさくしてやろうかって、はいはい、なんかあのニャン太郎さんに逆に嫌がらせみたいな回答になってますけど、起動時のウォンはわざとやっていて、はいはい、でまあ、演出のためにやってるんですけど、そのウォンがずっと続くと、まあ、メイクじゃないですか、だからウォンが続いた後にしっかりすぐ下がるように、うん、あのオルタネーターにしっかり電流流して抵抗を増やして、まあ、抑えてる、だからちゃんとケアはしてるんです。でも気持ちよくなるようにやったけど、迷惑はかけないようにケアしてるってことで勘弁いただきたいなと思います。はい、ありがとうございます。そういった総規制の話でいうと、そのじゃあ次のマイナーチェンジって、その2026年のフェーズ3の国土交通省だけじゃなくて、まあ、EU 全体とかも含めたその総合規制対応でマイナーチェンジがまた大きく入るわけですね。はいはい、はい、入るでしょう。今ちょっと待てがかかりました。いや、対応せざるを得ないから、はい、変えざるを得ませんもんね、法規制ですもんね、はいはい、規制対応ですから、はい、だからむちゃくちゃ静かになっちゃうんですか、そしたら。むちゃくちゃじゃないと思いますね。本当ですか。むちゃぐらいじゃん。むっちゃ静かやそれって。うん、でも世の中全体がそうなんですよね。ーロードスターだけではなくて、世の中全体のアベージが下がるっていうと。そんなに車って静かにしなくちゃいけないの、社会的要求ってあるんですか。今でも十分静かな気がします。まああるでしょうね。まああるんですか。はい、まあ、昭和じゃないんだよ。爆音バリバリ昭和だよって感じ。そっか。で、まあそうすると排気を少し下げるとか、タイヤをもっと静かにタイヤにするとか。はい。じゃあ今のよりもうちょっと音量下げたくないっていう人は今買わなきゃいけないということになりますか。そうですね。ただどうしてもうるさい車乗りたいっていう人はアフター品を組み替えるだけの話で。それフェーズ3の規制後もアフターマーケットの範囲だともうちょっと、はい、うん、上げても。保安基準をクリアすればいいからもう全然 OK です。ああ。全然 OK です。だ、納車された時はすごい静かなんだけど、もう次の日からバーンバーン。車検対応の範囲でもフェーズ3以降のモデルでもちょっと、まあ、ある程度音が出るマフラーし、車検対応でいけるわけですね。いきます。あ、今のルールではいきます。今のルールでは、はい、じゃあ今ね、今すぐロードスター買えないとか、次買うのはもうちょっと4年後とかかなと思ってがっかりしそうな方はマフラー変えれば楽しめると、音がね。じゃあ一応フェーズ3ってそんなに怖がらなくてもいいですか。怖がる必要ないと思います。じゃあフェーズ3になっても総規制クリアでも楽しいロードスターはまた続く、うん、そこは大丈夫、はい、その後来そうな規制って、まあ、まだとりあえず先はまだそういう具体的な規制はまだないですね。ないですね。大きなのはそこだけだと思いますよ。わかりました、はい、そこをクリアして、あとは、まあ、まあ前たびたびおっしゃってるその、まあ、電動化が他の車種で進んでバッテリーとかすごく軽くなって効率良くなった時にはもしかしたら電動化も考えるかもしれない、うん、かもしれない。まだしばらくは ND をずっと続けていくわけですよね。もちろんです、はい、そのために今回大型商品改良したんですか。あと4年か5年は続きそうですか。そしたらもうこの型式で数字は言うのやめましょう。数字は、まあ、できるだけ長くこの ND を継続していくために主査をなさっているという理解でよろしいですよね。わ、はい、かりました。はい、ありがとうございます。斉藤さん上手になりましたよね。あのトークがね、もう絶妙にかわしながらね、かわすしかわすしでも突っ込むしみたいな、素晴らしいだったもんね、はい、中山さん話したくてしょうがないんだね。なんかもうちょっとなんかあってもいいかなと思って。まあ年に1回ここねお会いするのがやっぱり。じゃあちょっと来年もうちょっと時間作りますか。お願いします。お願いしますよ。何しに来たと思ってる。じゃあ来年はもうちょっと時間枠設けます。そう、今日奥さんも来てるもんね。いいとこ見せたいよやっぱね。そう。あとなしサインしかしないのか。危なかったですよ、もうちょっと、ね、ロドスタ君の絵を描くおじさんで終わっちゃうんで、それで終わっちゃいますからね、うん、まあでもまあでもこれお時間の都合もあるんで、これで最後の質問にしようかなと、紙ベースではね。面白い、山口豊さんいらっしゃいます。今 ND の乗りです。山口豊さんからお金の準備があるので質問します。ズバリ35周年車は出ますか。金ならあるズバリですか。出ます。出ます。はい。おお。どんなのが出ますか。色は特別な色。
秘密です。でも台数はその期間注文したら誰でも買える？あ、それはね、今回は台数限定じゃなくて期間限定なんで欲しい人全員届くようにします。じゃあその期間注文ちゃんとすれば、はい、売れると。はい、じゃあお金、金ならある山口豊さん、やってください。じゃあ、こういうとまだお金あるみたいで質問続きますよ。ND ファイナルエディションはいつ出ますか？またこれも買うつもりだね、多分。まあいつか出るでしょうね。まあでもさっきの話の通り、まだいつが終わりって具体的に決まってないから、ファイナルとはちょっと今なんともわからない。わからない。ひょっとしたら来年ファイナルですとか言うかもしれないし。突然変な法規制が始まったらね。はい、で40周年者は、ね、ND あとか、まあ、要は40周年 ND ですか NE ですかって言ってか、あと5年後か、まあ、分かんないもんね。まあ、ND でも NE でも40周年者も出しますよね。どうせでしょうね、それ間違いなく。でもそれ今から出すでしょうね。微妙ですね、これね、 ND か NE かってのは、ね、うん、あと5年後ですよね。5年後ですよね。うん、微妙なところですね。分かりました。以上どれかを買う予定で貯金していますのでということなんで、分かる範囲で教えてくださいって教えましたので、山内豊さん、手ぬぐい用意して本人出てきただけ。山内豊さんいらっしゃいますか？いらっしゃいますか？あれ出てきづらくなったかしら。いらっしゃらないですかね。残念だな。いや、いらっしゃったらね、じゃあ今の説明でどれ買うか決まったからね、40周年待つのか35周年買うか、聞こうかと思ったけど、じゃあね、という質問は以上になりますが、紙ペース以外でもあと1件か2件ぐらいね、こう手を挙げたら質問って言ったら出るかな。質問したい人手を挙げてください。中山さんが答えられる質問がいいな。なんか質問がある人、ね、できればなんか中山さん的なデザイン的な話とかで質問がある人、または質問してあげてもいいよっていう人手挙げてください。あ、はいはい、じゃあ、はいはい、じゃあマイクをお借りします。はい、あ、はいはい、あ、行きます。はい、お願いします。あ、はい、あ、若手が走った方がいいんじゃない。はい、ほら、しのさん転んだら怪我したらいけないから、ね、大丈夫ですか？あ、すみません、はじめまして。ちょっとデザイン的なことでいきたいんですけども、タイヤのホイール、NA って最初出た時4ケツで7本だったと思うんですよ。でその後 ND で4ケツで5本で、偶数とか奇数とかであるじゃないですか。今は4ケツで8本じゃないですか。それのこうデザイン的にこう美しさみたいなのって、ルールみたいなのあるんですか？いや、5ケツだったらまあ5本が一番バランスよくいくなという話がありますよね、普通に考えると。で4ケツにしようって ND の時になりますだと、軽くするためにで、なんとなくイメージ的には5なイメージがあるけれども、4にしようっていうふうにもう山本修作がもう決めたわけですよ。そうです、行くぞと。でデザイン的に奇数の方が転がる感じがあっていいっていうのは通説があります。で偶数は止まっちゃうっていう通説もあるんですけども、ロードスターは軽さを取るんだとなったら、その軽さを取った4ケツを良しとするようなデザインするのがデザイナーの仕事なんですよ。いやいやいや、5本がかっこいいですっていう、そんなんだよ、ロードスターは。だから偶数の8本でかっこよくて、スポーティーに見えるデザインをやりました。で今回 IPM 商品改良でデザイン変えましたけども、これも8本で機能的でかっこよく見えるようにしていると、そういうものです。 ありがとうございます。ありがとうございました。聞いていただいてありがとうございました。あと1個ぐらい、あ、手上がってる。ああ、すいません、新藤さん後ろ後ろ、そう、座ってください。これの方は最後の質問で、はい、今の方は、あ、はい、あ、すいません、 ND に乗らせていただいてます、坂井沢と申します。発表会2015年とかで、ロードスターの ND の姿を見た時に車高がちょっと下がってる気がして、やっぱりその実際量産するにあたって上がっちゃうのはもちろんなんですけど、デザイナーさんとして何センチダウンぐらいが一番かっこいいのかなっていう。はい、あ、確かにほらデザインスケッチと実写だとちょっと雰囲気ここ違いますね。これね、でもベッタベタ、まあ、ごめんなさい、ベタベタに下げてる方いらっしゃるんですよね。難しいですよね。でもベッタベタに下げなくてもいいのが ND だと思ってます。一般的には下げた方がかっこいいっていうふうに、
となるんですけども、ロードスターはサスペンションのストロークをたっぷり取るっていうところがやっぱりガチガチのスポーツカーとは違うところなので、あのそのサスペンションストロークが取るイコールクリアホイールのクリアランスが大きいことを是とするデザインをしないとやっぱりロードスターのデザインはダメだと思っているので、そういうふうに我慢できるようなデザインをしました。なので、下げなくてもかっこいいですでも強いて言うなら強いて言うならちょっとちょっと下げた方がいい。ちょあとカタログはちょっと下げてます写真はちょっとありがとうございました。じゃあ、 新藤さん、今のお二人に手振り差し上げてください。あのいつも手挙げたから手に挙げるわけじゃないんだけど、まあ、中山さんが気持ちよくなったんで手振り差し上げて助かりました。はい、はい、ということでですね、まあ、今回もトークショーありがとうございました。じゃあ最後に一言ずつオーナーの皆様になんかお言葉いただければと思います。はい、はいはい、あ、はい、本当は最初に言わなきゃいけなかったんですけど言い忘れました。35周年おめでとうございます。はい、ありがとうございます。ロードスターは1989年にデビューして以来本当に世界中のファンの方に支えられて今年で35年を迎えることができました。もう我々としても感謝しかありません。で、先ほど言ったようにその感謝を込めてですね、35周年、これ杉本が企画したんですけども素晴らしいロードスターが出来上がってますので、近々皆さんにご報告できると思います。楽しみにしてください。で、先ほど40年が話出ましたけども、まあ、40年に向かってですね、もっともっと皆さんを盛り上げられるように我々も毎年毎年商品改良してその魅力的なロードスターをね、毎年毎年皆さんにお見せできるように頑張って開発していきますので引き続きサポートをよろしくお願いいたします。じゃあ中山さん、はい、いいですか。はい、皆さん呼ばれてませんでしたけどもここに座らせていただいてありがとうございました。そして35周年本当におめでとうございます。作った人間からすると、作らせていただいて本当にありがとうございますという感じです。私が主査になって最初に企画したのが30周年記念車でした。実を言うとで30周年記念車はとっても思い入れがあるんですけども、今回は、斉藤社長がですね35周年記念車をすごいのを仕込んでいるはずなのでまたサイン攻めにきっと来年ねありますよね、きっとね、ここにね35周年来年ここに並びますよね、誰か買った人たちの、ね、なのでまたそういうサイン攻めにしてあげてください。金色のペンを用意しておいてそれ金色が映える色のってこと？これがヒントですわからない、まあ、今のは聞かなかったことにしてください、はい、ということで40% ぐらいの方が初めて来られるようなそういうイベントになって、昨日の前夜祭も結構な方が初めて来られるような方ようなイベントで、そういうのが長く続くってとても素晴らしいなと思います。で、今日来られた 40% くらいの初めての方今日のこのトークショーを見て来年来るのやめようというふうに思わないでくださいきっといい話が来年もあるのでぜひ来ていただいて、ロードスターの何がいいって多分メンバー同士の交流が多分一番いいと思うので、ロードスターファン同士で話をして、安全に帰っていただければと思います。まだ多分もうちょっと時間がありますので、まだまだ引き続き楽しんでください。今日はどうもありがとうございました。はい、皆さん改めまして35周年おめでとうございます。まあ、このミーティングに参加していろんな人と話す中で本当に多くの人がですね長くロードスターを愛してくれてるんだなっていうのをすごく実感します。で、35周年はやっぱそういった長く愛してくれた人が手に取りたくなるような、まあ、ちょっと懐かしさも感じるような魅力ある SV にしたいなと思ってますので、はい、はい、ご期待ください。はい、今日まだ残り時間もね少しあるんで、またどこかでお話できたらと思いますので引き続きよろしくお願いします。今日はありがとうございました。はい、じゃあ最後に声をさせていただきます。35周年本当におめでとうございます。
私は国内営業の人間で、ロードスターの今マーケティングを担当させていただいてるんですけども、今回杉本さんと一緒に35周年のロゴの企画の方も携わらせていただきました。で今日はこの第一駐車場だけなんですけれども、車一台一台拝見させていただくと、もうすでにご自身でですね、ロゴを使っていただいているようなお車も見て、本当に嬉しくなりました。で、マーケティングっていうと結構ですね、数字を見たりとかっていう仕事が多いんですけれども、ことこの私このロードスターの仕事をさせていただいている時には、このこうお会いする皆さんの顔を一人一人思い浮かべながら、じゃあこの車どういったお客様だったら選んでいただけるかなというふうに思い浮かべながらの仕事を日々させていただいてます。で本当に終わってですが、こうそういう意味でもこのイベント非常に貴重な機会なので、今後ともぜひよろしくお願いいたします。皆さんと一緒に盛り上げていきたいと思います。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。じゃあまた次回、来年の時もよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタンとチャンネル登録を。